私は怖くてキャーって言いながら布団の中に潜りました。その声で飛び起きたと思います。うん、飛び起きてた、うん、すごい飛び起き方だな。うん、これまだ大丈夫なやつだと思ったら全然だった。うん、やばかった、マジで怖かった。あの警報みたいなのあるじゃん。うん、あのサイレン鳴ってびっくりした。私の携帯から鳴ってさ、うん、いきなり。よかった。ちんちお仕事いたしますよって言ってらっしゃい、頑張ってね。すごい揺れたね。みんな大丈夫でよかったです。電車が止まってるからねえ。電車マジで綺麗。早めに出た方がいいね。え、電車遅れてて暇してたから足折りしろって言った、うん、よかった。あ、ビオルさんだ、久しぶり。ビオルさん、あ、ビオルさん、え、めっちゃ久しぶり。あ、なんだ、ごめん、私動けなかった。夜間、おはようございます、皆さん。今日も早起きです。ママ、なっちゃんの三者面談終わりましたか、だって紙をもらっていませんらしいです。あの子は手紙を出しませんらしいです。あ、3人生だけじゃない今回。そうなんだ、うん、違う。
湯沸かすのにティファール使ってないのかとか。なんかさ、壊れちゃったの。夜間の方が美味しく感じない？ああ、ティファールもめっちゃ便利できる。うん、もう壊れたんじゃない？あったよね。うん、あったよね。昭和でしょ。はじめまして、りほちゃん、はじめまして。こんな美顔器やってる最中で申し訳ない。昨日寒かったらしいけどさ、うん、今日28度まで上がるんだよ今日。うん、マジ気をつけて。うん、おかえりモネ見ちゃったの。あ、見たの。泣き泣いちゃってさ、夜中に。うん、その後韓国ドラマも見ちゃってさ。え、やば。じゃあそれもさ、最終回にさ向かってるからさ、めっちゃ感動的で、うん、めっちゃ泣いてさ。やば、めっちゃ泣くじゃん。なんか服とさ腫れるんじゃん。なんか垂れ流し。え？だって服とさ目が腫れるじゃん。そうなの？だから垂れ流して見てた。服と腫れるの、うん、おはようございます。昨日の夜一番叫んだん誰やろって。ん、ね、エリーじゃない。うん、私いると思う。で、その後に夏美が寝てたのに、いきなり地震怖いって言ってまた寝た。あれ、また寝たんだよ。また寝たの。うん、そして聞こえなかった私には。ね、だから余震気をつけてねってベッドのとこ行ったら、もう寝てた。やば。はるかなんて起きてないんじゃない？はるか起きた？昨日地震。地震気づいた？気づいてないよ。ほら、気づいてないよ。気づいてない人もいる。昨日の震度5強。やばいんですよ。やばいね。生き抜ける。まず、ひよってんじゃねえよ、だって。地震はさすがにひよる。ひよるよね。それは地震ひよってるやついる。はい、私玄関開けに行ったの、速攻で。ねえ、思った、うん。建物が歪んだりとかさ、うん、あとほら、落下物がさあるとさ開かなくなるから。うん、あと9分。うちの母は富士急ばりに絶叫してました。富士急たとえ。地震時めっちゃ地元、マジ？今仕事帰りだからめっちゃ、無事だといいな。無事でありますように。停電したときはにペンライト枕元に置いて寝た。さすがすぎる。ペンライトはそういうときにも使えるんですね。
くさいのに電車、それはつらい。なんか普通にやばい。今日も行けるのかな。いただきます。待って、しゃっくり始まったかも。ツナマヨです。今化粧してない。おいしい。ママ、はい、もう一個おにぎりとって。もう一個おにぎり、うん、どっち、つまり、うん、つまり。ありがとうございます。あと10分の勝負。何を言うんですか、ツナマヨ。昨日朝食べないって言ってたけど、うん、言った言ったよ。でもね、食べれる時間ないかなって思って言って、昨日寝たの気づいたら1時くらいになってて、4時間ぐらいしか寝てないんだけど、4時間なんかマジで私全然寝てないと朝気持ち悪くて変な感じするので、朝ごはんね口にも入れたくないし、電車乗ると絶対酔うの、全然寝てないと。だけどね、
今日朝ごはん食べれたし大丈夫そう。してしまったらって体調気をつけてね、倒れないでね。いい二つ目です。でもやっぱ眠いよな。おかかだよこれ。おかかだ。おかかは何？エディの食べてるの。あ、残念。今忙しい。ここでした。おかか。なっちゃんおかか。はい。部活の朝練ですだって頑張ってください。何やってんだろう。サッカー、バスケ。
野球、ハンドボール。うちの配信でチェリー盗まれた嘘でしょ。部長だって頑張ってください。喉乾いた。炊きたてのご飯の香りっていいよね。ねえ、のり自分でやってくんない？やば、熱っ。ねえ、これはちょっとやばいかも。時間間に合う？時間間に合うな、やばい。エリアとここ。え？エリアとここ。できるのおにぎり？うん。作ってくれるの？7時くらいに終わるけど。7時じゃ遅い。私あれは好きなんですよね。お好み焼きとかたこ焼きとかに乗ってるかつお節。ご飯飛んでた。あちちち。ミラちゃん、なっちゃん、なっちゃん、一人になったんだよ。ちょっと無理なんだけど、ちょっとこれ私、はい、ちょっとやばいやばい、ごめん、やばい時間が。で、エリー、あれ、うん、遅れてるかもしれないから、はい、すごい、ちょっと自分でやってくれない？え、ごめん、いい？あ、うん、
遅れてる、そう。かもしれないから、ちょっとちゃんと調べていけよ。うん。あとあれ。うん。は、OK。これ全部作る？え？あ、大丈夫？うん、大丈夫。ほい。マジ？なおちゃんだ、久しぶり。ういちゃん、おはよう。いらっしゃい。いらっしゃい。なっちゃん、エリンちゃん飲み物が欲しいな。今作ってる。クリックリしてみよう。ママの妹からもらった。で、カロリー…嘘でしょ…嘘でしょ…どう？マリクは のむちゃん、おはよう。メリさん、おはよう。リーゼントだ。目にも気をつける。
初めまして、みっちーさん。これから体重計乗ります。だってドキ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 。ねえ春、あの香水つけたでしょ。家でつけないでって言ったじゃん。マジでもうありえない。うん、ごぼうになると一緒にしましょう。熱いけど冷蔵庫入れるね。え、地味に痛いんだよね、うん、耳真っ赤なんだけど。課題やっててスマホの電源切ってたから、エロ、エロすぎるし。耳が合わせるね、もう適当にやってる。私もどこなのかなって思ったけど、なんかここら辺が一番後悔です。ちょい上、よし。ねえ、本当にこの香水つけないで。好きくない。授業中寝ない対処法はありません。寝ます。耳を痛めないように注意してください。レオナルドさん、ありがとうございます。優しい。ね、授業中のネピクの気まずさめっちゃわかる。何回もしたことある、ネピクなんて。電車でするときも恥ずかしい。
エリちゃんの真似してマッサージしてる人です。だって可愛い。じゃあおはよう。今から遊びに行ってくるので頑張って。はい、と遊びにスクショしたんかーい、スクショしたんかーい。おはよう。リサおはよう。リンクの練習行くと思ったらって違うよね。全然別に取れてないんだけど。にゃ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 。もう伸びてきちゃったんだよね。このショールームで何回ネイル見せてって言われたか。ショールームで毎回1回は言われてる。もう替え時ですね。
幹部もいなくなっちゃうのに。一ヶ月間お世話になりましたのに。なにやん。そろそろ終わろうかな。早くて申し訳ない。一回学校準備してくれって言ってらっしゃい。ちょうど終わっちゃうけど。それでは順位読みたいと思います。13位島木園さん、12位キサキちゃん、11位カホちゃん、10位ミユチカさん、9位ミサトちゃん、8位ヨシフミさん、7位キミさん、6位市場もったいささん、5位ショートさん、4位メロンパンさん、3位リホちゃん、1位サンシャインエリー、あ、2位だ、2位サンシャインエリーさん、1位シノタンです。ありがとうございます。誕生ありがとう。それでは見てくださってありがとうございました。それではさらばじゃ、また夜会おうぜ、会おうぜっと。それではバイバーイ。多分。